はい、酒好きな俺の日常を始めていきたいと思います。今回はね、新発売アサヒの、コーラのビアカクテル、コーラ&モルトを紹介しましょう。発泡酒と書いてありますね。発泡酒です。レモン果汁が 0.1%、限定出荷2014年の4月から2014年の8月までの出荷予定と書いてあります。原材料が、麦芽とホップと糖類とカラメル色素と酵母エキスとレモン果汁と大豆タンパクと香料と酸味料。麦芽使用率 25% 未満。アルコール度数 3.5%。値段が100円、違う。これ150円ぐらいしたかな。なんか値段書いてなかったんですよね。まあ、発泡酒だということは150円ぐらいするでしょうか。ね。これはあの2チャンネルだと評判は悪いです。ね。まあネタとして俺は買いました。はい。まあいわゆる、なんて言うんですか。これ。ね。あのジンジャーエールのビール割りみたいな。カクテルありましたけどね。まあ、それっぽい何か、なんでしょう。それで乾杯。あ、割と美味しいじゃないか。しっかり。ホップの香りが感じられる。うん。そしてレモンの香りもしっかりし、レモンの味もしっかりし、コーラの味もしっかりする。まあ、でも4ヶ月、ぐらいしか出荷されないということは結構レアですね。これは、関係ないけど確かにレアだと思う。これ転売地の人、買っといた方がいいぞ、これ。俺の行くスーパーではね、なんか知らんけど、普通、ビールが売られてる、とことかには一切売られてないんですよ。いわゆる、ね。ビールがこう、ブワーって売られてるところに、売られてないんですよ。どこにあるかって。いや、なんかワインのね、近くに実はちっこく、ビールが売られてる、もう一つ冷蔵庫がちっこくあるんですけど、そこにね、こじんまりとしてね、なんかね、隠れるようにね、売っててね。え、何これと思って。多分これ、出荷量が少なすぎて、多分、あれなんじゃないの？新発売とかってやったら多分、そこなくなるんじゃないの？多分出荷量が少なすぎるから、おそらくそんなに一気に売れると思う。大々的に報道しちゃうと思う。恐ろしくすぐ売れちゃってなくなったら、なくなるんじゃない？わかんないけど。うん。うん。ちゃんとモルトの香り、味っていうか香り。口の中に含んだ時の麦芽のホップの香りがして、それでいてコーラの甘さもまああるんだけど、なかなかレモンの香りですっきりとさっぱりと
なり。あ、これは、いや、別に味としては全然美味しいは美味しい。どっかのね、まあ、朝日の、ほら、レッドアイってあったでしょ？トマトジュースとビールの。あれみたいに薄くないんで、味として。薄いっていう感覚がないんですよね。少なくとも、薄いと言ってても、所詮は一応コーラだから。コーラで混ぜられてる。割と、味としてはいわゆる、ウイスキーコーラみたいな。ね。いかに、ウイスキーの量が少なかったとしても、少なかったとしても薄いとは言えないんですよ。あくまでコーラだから。コーラ単品としてもうすでに、飲み物として成立してるから。これが水だったら、確かに薄いってなるかもしれないんですけど、コーラのやつがね、水だったら。でもしっかりちゃんとコーラですから。薄いっていうことはないんです。でも、レッドアイはね、さすがにね、これはね、トマトジュースと、トマトジュースを 50%、ビールを 50% っていうものじゃないですからね、これは。レッドアイ、朝日のレッドアイ。これ、トマト果汁 20% しか入ってません。ということはどういうことかっていうと、残りの 80% じゃあ全部ビール入れたのかっていうと多分入ってないんですよ。ということは、何か水で埋めてるのは間違いないんで。これは薄い。いや、これはなんだかんだで。なんかウイスキーコークに似た雰囲気を味わえて、なおかつ、ちょっと斬新な、商品だと思いますね。アルコール度数が 3.5% って低いんで、まあ、低いのはしょうがない。まあ、ビールですからね。もともと低いビールをさらに割っちゃってるわけですから。コーラで割っちゃってるね。まあ、だからまあ、これは、まあ、ぶっちゃけた話、コーラ代わりに飲むぐらいの、俺の中だとね。もうコーラ代わりに飲むレベルのもんだと思ってます。あくまでも、そんな感じ。ぶっちゃけレモンコークみたいなんだけど、やっぱりホップの香りが、麦の香りがしっかりするんですよね。これは素晴らしい。2ちゃんではめちゃくちゃ批判されてました。まずいみたいな。なんかどっちつかずでまずいみたいな。いや、全然そんなことはない。ただ値段的にこれは、いくらなのかちょっと、ね、書いてなかったんでわかんないですけど、どういう部類になるんだろうな、これな。一応、発泡酒とは書いてあるから、発泡酒なんだろう。発泡酒だったら、ま、150円か。140円ぐらいか。わかんね。いくらなのね。150円もしねえか。140円か。そんぐらいですかね。ねえ。あ、149円だって。価格 .com だと149円。
まあ、言っちゃうと、あ、これで150円か。まあ、仕方ないか。コーラとスーパードライ買って、レモン買って、ピピピアーと混ぜた方がなんかいい。あーって思うけど、あまあ、そこら辺はもう、あーってな、難しいよね。でも味的には、しっかり、うん、うまく調和されてて美味しいと思います。さっき言わなかったけど、しっかり泡も立ってるしね。しっかり泡立って。泡もきめ細かく立ってたんで。うん。案外、すごい。ね。とは思いますよ。うん。まあ、まあでも発泡酒と言っておきながらたったのアルコール度数 3.5% ですからね。うん。ちょっと微妙。うん、まあさ、うん、微妙だな。うん、あの前飲んだなんだっけ、あのアルコール度数 3.5% かの、あのなんだっけ、あれあったよね、美味しかったやつ、俺が5つ星つけたやつね。まああれはほら完璧なただのビールだったんで、ね、あれだったんですけど、これはチューハイっていう部類だったらまだいいんですけど、150円ですからね。うん。値段が150円もしときながら、アルコール度数 3.5%。うん。ね。と考えると、むむって。消費者的にはちょっと、微妙なとこでしょうね。これを買うんだったら発泡酒を買った方がいいのか。いや、はたまた、ね、チューハイを買った方がいいのか。いや、これを買うんだったらやっぱりチューハイ100円だし、これ 1.5 倍するなーって、いう、まあ考える人もあんまいないと思いますけど。まあ少なくともそこら辺を考えていくとすると、やはり価格設定としてちょっと微妙なところはある。残りますね。うん。少々、微妙な、あの、価格帯で、アルコール度数も微妙というので。まあ。まあ、値段を無視すれば全然美味しいと。まあ、まあでもね。まあでも150円か。まあでもこの値段で、あの、チューハイとビールを両方楽しめると思っていけるのであれば非常に美味しい。うまい。うん。しっかりこの、やっぱ発泡酒だけあって、もうぶっちゃけ発泡酒以上のあの、モルトの香りはしっかりしてますからね。麦芽の香りはし
かりビールビールしてますから。全然。うん。ね。うん。まあ、これが美味しいからといって、ね。ビールとコーラを混ぜて美味しいとは思えないんですけど、多分ビールとコーラ混ぜてもあんまうまいとは思わ、うまくなるとは思わないけどね。多分ね。うん。うん。まあでも、確かに味は美味しい。味はまごうことなき発泡酒の、ビールバージョンみたいな。いや、もしくはただのビールの、普通の、生ビールの、ね、コーラバージョン。今なんかよくわからんこと言った気がする。生ビールのコーラバージョン。なんですが、やっぱ価格帯としてはちょっと微妙なところはあります。うん。ね、正直これを150円で買うんだったら、金麦とか100円で買うかな。ね。いや、逆にもう30円ぐらい出して、普通の生ビール買うかな。っていう感覚なんで、ちょっと、おかしな価格帯にはなってるのは間違いない。ですね。うん。まあ本来こういうのは、やっぱり酎ハイの部類であるべきなんですけど。まあ酎ハイの価格帯であるべきなんですが。やはり、しっかり味を追求したからなのか、まあやっぱりそれじゃあちょっと、無理なんでしょうね。まあこの、ね、味は、まあさすがに100円じゃちょっと、特にこのホップの香りがね、100円じゃこんな香りは出せないですからね。うん。しっかり、ホップの香りがものすごい、生きてるんで。うん。これはまあこれで、これは全然美味しいと思います。けども、今後、これを買うかっつうと多分買わないでしょう。うん。今後これを買うかって言ったらもう買わんね。今後これを買いますかって俺が問われたら買わないと断言はしないけども、まあでも値段150円だよな、買わないな、買わない。即答はできないけども、いろいろ考えて多分やりませんって、買いませんっていうレベルだと思います。なので、まあでもおすすめ度もまあ微妙だな、これも。微妙。3か4なのは間違いないですね。所詮この程度だでしょうと。3444で。うん。確かに微妙だ。ということで、味は美味しいですよ。うん、ぜひ、一回は飲んでみてもいいかなっていうぐらいです。はい、ご視聴ありがとうございました。